成田空港到着です。これから ANA のムンバイ便でインドに戻ります。荷物は中ぐらいのスーツケースと小さいスーツケース、それともう一つリュック、この3つだけです。ではレッツゴー。平日の朝の時間帯なので、電車で来たんで、ラッシュが不安だったんですけど、やっぱ空港に来る飛行機は人が少ないですね。だから割と平気でしたよ。まだ搭乗時間はフライトの時間までは1時間半ぐらいあるんで、まあ国際線のチェックインとしてはちょうどいいぐらいかな。北ウィングか南ウィング、多分南だと思うんだよな。南だな。南行きますか。エレベーター使う。エレベーターで行けば最先出発。1階、今地下1階にいるの。別にいいや、普通にエスカレーターでいいや。出発して2分1分後ぐらいにメガネを忘れたことに気づきましたね。もうめんどくさいんです。予備のメガネあるんで。9時50分中ぐらいのスーツケースだけ、中ぐらいのスーツケースとリュックをチェックインで預けようと思います。小さいスーツケースは持ち込みます。これいいんだよ。内線出発、あれ初でいい、あれ到着ロビーの席、うん、あれなんか僕分かんなくなっちゃった。次いいのかな。あれ怖いですけど、到着ロビーについて、なんで？あ、国内線出発って書いてある。あ、ここなんか間違ってる、いる場所上かな。出発って書いてある。国際線、あれ僕なんかいろいろ間違ってる気がしてた。不安ですね。あれ
れ違うな、あれ違うな、ここ国内線だ、あれ僕どこ行こうとしてたんだっけ、あれちょっと分かんなくなっちゃった、僕どこ行こうかな、あれ国際線は4階だった、間違ったね、もう国内線じゃ4階でした、うん、なんか全然 見覚えの違う風景が違うと、さっき何を見てたんだろう、国内線を見てた、ということで4階に向かいます。そう、メガネをお家に忘れてきちゃいましたね、残念ながら仕方ないですね、できちゃダメよって。誰か来る？4階に行きたいんですけど。まずい。そうですね。ここに書いてありました。国際線出発は4階だそうですよ。難しいですね。4階でございます。こちら側のドア開きます。ドロップでもいいのかな、もう分かんないからでいいのか、チェックインしてみた感じだと座席がほとんど空いてたんで、人がめちゃくちゃ少ないんじゃない、座席バスついてたのがね1個か2個くらいだったんだけど大丈夫かしら、なんか真ん中の席はもともと座れないみたいなんだけど、窓側と通路側でほとんど座席空いてたんだよね、で多分足広いところも空いてたんだよね、分かんなかったけど、おっ帰って足広いところにすると隣が座ってたりすると、やっぱ人気だから人が多いかなと思って、普通の席だと多分横3つは全部使えるんじゃないかと思いますね、なんかフェイスエクスプレスってある、これ何わかります、フェイスエクスプレス、顔パスで顔パスチェックインやってないのかな、まだ登録してないから多分やってないよね、事前登録なんか、そう、あ、全然人いない、合ってるよね今日合ってるよね、ということでチェックイン行ってみよう、え、フェイスクラス、ムンバイ行き、ここでいいんですか、じゃなくて、そっちか、はい、あ、いいですか、はい、すいません、よし、ムンバイ行き
ムンバイです。はい。預けるやつだけでいい。もう一つこれと、はい。ないです。はい、パスポートと陰性証明書。あのインドの空港のやつ、はい。チェックインが終わったので、成田空港のターミナル、第一ターミナル観光します。この上に前ラオックスがあったと思うんだよね。あれが多分今インバウンドが全くほぼないから閉店しちゃったんだもんね。ショッピングダイニング、全くやってないわけじゃないですよ。だいぶ減ったと思うけど、前はユニクロとかツタヤにあったのかな、確かやってんのかな。まだ昼前なんでお腹はそんな空いて、朝軽く食べてきたんでお腹は空いてないですけど、そもそも朝早いからやってないって可能性もあるから。今は10時ぐらいなの。でもなんかここ多分ユニクロがあったとこかな。ユニクロがなくなってドラッグストアみたいになってる。でなんかレゴができて、レゴお店ほとんどやってないのは朝早いからですか。ああ、当面の間臨時休業って書いてますね、ここのお土産屋さん。あの7月8日って多分緊急事態宣言が出たぐらいかな。臨時休業ですね、皆さん。あ、ここは4月4日から。ご当地プラザ、ここも7月4日。大変だね。でも物は結構楽しいだね。あ、人だってスタイリッシュトラベル、ここはお店やってますね。あと一層一品マーケットもやってます。ここにやってました。チーバーの隣、チーバー当面の間っていうのはレストランは少し行ってるかな。やってない。まかない。ジャパニーズビューティーシークレット。当面の間。あれだね。デルタ株が流行ったぐらいからかな、みんなやっぱり。4月から休業と7月から休業のパターン、 ABC マートも休業、 ABC マートは4月から休業、みんな休業。お、無印や。あれ無印って前からここにあったっけ。無印はやってます。いつからやってるの？書いてあるかな？特に書いてない。もう無印はやってます。ユニクロがなくなったのかな？多分ここのユニクロ人気だったけどね。みんな旅行前に靴下とかパンツとか買う人多いから。
そもそも利用者が激減したからね。なんかよくわかんないんですよ。ブルーブルージャパン。なんていうのかな。ラフティコンビニ。あと、安定のマクドナルド。マクドナルドはやってます。マクドナルドはやってます。マクドナルドって空港でも安いのかな。あんまり使ったことないからわかんない。多分そんな値段変えるとかしてないよね。よくメニューを制限して安いメニューをやらないとかはあるけど、どうなんでしょうかね。知りませんでした。やってるのはね、スターバックスやってる。スターバックスやってますね。あとね、ザ・ノースフェイスもやってます。スタバとマックがやったんだね。上も見てみる。上はフードコートだったんだね。フードコートとローソンがあったかな。ラウンジはクレジットカード会社のラウンジあるけど、僕今持ってないのかな。僕何も今持ってないから、ステータスもないし、クレジットカードも多分ない。今日の出発こんな感じ。半分ぐらいキャンセル。でもシンガポール行って普通に行くんですよ。デリー、あ、デリーもほぼ同じ時間に出てる。エアカナダって書いてある。違うか、コードシェアか。ダイナターミナル、え、エアカナダ、本当？エアインディアかな。これわかんない。このレディエアカナダみたいなのなんだろう。エアカナダビジネス全然したことない。エアカナダってスターライアンスだから、フォードシェアかな。エアインディアのフォードシェアか、よくわかんないね。でもいろいろあります。結構半分ぐらい飛んでんじゃない、わかんないけど。え、ここどこ。有料間違いです。団体向けかな。ガチャガチャコーナー、ガチャ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 コーナー。ワンピース、ワンピース、フジアレストラン、あるの？フジアレストランフードコートは空いてますよ。多分10時からやってると思う。大体のですよ。10時から。なんか前もそうだった気がするんだよね。前ってのは寝れるかな。前回もコロナ禍で、1回目の一時退避からインドに戻るとき、もうそんなの違いだったよ。安定なのです。前の一時退避から戻るときと同じような状況だ。まだ時間しばらく、多分フライトの1時間前に手荷物検査超えてほしいって感じ。
もう10分ぐらい大丈夫かな。ちょっとフードコートからあそこに出てみて、外眺めるから展望デッキ。暖かいです。冬服持ってなかったけど大丈夫です。インドは暖かいんでシャツ1枚で過ごすと。今日はシャツの上に薄い面のパーカーを羽織ってるだけで寒くはないです。もう展望デッキ出てきました。やっぱ写真好きな人とかね、まばらだけど、ほら貨物は結構元気らしいですよ。インドに関して言うとね、貨物便はね、国際線の貨物便はコロナ前と同じぐらい飛んでますよ。人が乗るやつは9割減とか、9割減はいいですけど7割減とか。ドイツが人気ですよね。日本人の駐在員がドイツのデュッセルドルフが多いらしいです。行ったことないけど、なんかミュンヘンとかの方が有名な都市だけど、産業があるのがデュッセルドルフ。なんかだから結構日本って結構東京に集中しがちだけど、他の国って結構国の中でばらけますよね。インドもデリー、ムンバイ、バンガロールで、まあまあデリーが多いけどばらけてるし、東京はどんな、日本はどうなんだろう。やっぱほとんど東京かな。大阪とか行く人も多くはない。あれ、ここ入れない。あれ、ここ入れなかった。また ANA のカーブが、あれでしょう、座席とかがあるわけじゃないから、そもそも飛行機の中内装が全然違うんだろうけど、まああまりにも人が乗らないから人の代わりに貨物運ぶってニュースになってますけど、どうなんだろうな。貨物って例えば日本からインドに段ボール1個送ろうと思ったら多分1万円じゃ送れないんだろうな。結構高いんですよね。でも 人よりはたくさん詰め込めるから、人よりは安く、人が例えば10万円とかかかるのすれば絶対貨物の方が安いんだけど。なんか成田空港スポーツスタンプラリーとか、スタンプラリーこういうのも割と好きなんですよ。めんどくさい今日は。よくこう 鉄道とかでもアンパンマンとかやってることあるし、どこに出てきたの。さっき回転寿司はやってますね。やってますね。美容室はやってる、ね、美容かな、利用かな、利用かな、美容室はやってます。でもインドで着ます。
インドで100円、200円ぐらいで切ります。ちょっとトイレ、もうだいたい一周してみようと。ということで、これから手荷物検査行って出国します。保安検査と出国審査が終わって、あとは搭乗口に向かうだけです。52番ゲートなんで、あれだな、松木代とかがない方かな。反対側の方向だと松木代とかがあって、飲み物買おうかなと思って。こちらないっすね。あんのかな。なんかチェックインの時にいろいろあれなんですよね、必要書類、陰性証明書とか、インドの政府から求められている書類と確認されたりしましたね。普通にコロナ前だったら必要なかった手続きが3つぐらい必要で、1つは PCR の陰性証明書で、次が ANA 向けに事前に自分の情報を送るんですよね。インドでの住所とか電話番号とか、それがあって、で3つ目がインドの検疫かな、インドの検疫書類みたいなのをオンラインで申請するんですよ。でそこに PCR の陰性証明書も PDF でアップロードするんで、実質陰性証明書を取った後なんで、僕は昨日やりましたけど、なきゃいけないんですよね。でなおかつそれを印刷しろって言われたんで印刷しました。でも本当は印刷しなくていいと思うんだけど、念のため印刷しなさいっていろんな人から言われて、わざわざコンビニ行って印刷しました。あ、こんなのあるメリーズキッズパークだって。メリーズとおむつのやつ、やっぱりこっちの付きはなかった。手続きが決まって、で今日チェックインの時にね、どうやらその ANA に事前に送った情報のリストみたいなの、今日の搭乗者のリストみたいなのがちらっと見せられて、あなたの情報これで合ってますかっての確認させられました。あれ見た感じ今日乗る人は多分30人ぐらいかな。で座席確認してもらった時に前後左右誰も座ってないって、搭乗率は多分 10% ぐらいだと思いますね。2、30人。あ、ここ着いた。あ、ここか。52番着いちゃった。でもまだだいぶ時間がかかる。だいぶ時間あるね。でもね、分だけ。まだ2、30分は搭乗まで時間ありそうだ。保安検査受けたんだけど、なんか僕が前知ってるのとルールがいろいろ、ルールとか機械が変わった気がするんだよね。なんか前までパソコンは出さないとダメだったと思うんだけど、今回パソコン中のまんまでいいっていう風に言われましたね。カバンそのまんま入れてくださいって。でね、あと変わったのは、金属探知機みたいなやつ、あの機械もちょっと変わってましたね。あれ前も一応自動だったと思うんだけど、なんか機械がでかくなってた。いや前回もあれだったかな、忘れたけど、なんか変わった気がするんです。インドとかだとね、手動中か金属探知機を持ったお兄さんが体ペタペタやる感じだったんだけど、日本はなんか自分でなんか大きい機械してね。でね、出国の審査もね、顔パスのやつ、顔パスっていうか、顔で判定するやつ、あれが使わなくなってて、機械はすんげーずらーって並んでんだけど、あれは使わずに人のところでこちらに並んでくださいって言われちゃう。
並びました。じゃあ結構何番？全然人はいないんだけど、まあ一つしか窓口一つしか空いてないから結構待たされてる。10分ぐらい待ったんじゃないか。5人ぐらいの。いやそれは言い過ぎか。10分待ってないか。多分ね、僕はラウンジも使えないからね。散歩するしかないんですよ。大体駐在員ってみんなステー ANA とかの航空会社のステータスでラウンジ使うんですけど、僕は使えないんですよ。ステータスを取るチャンスはあったけど取んなかったんですよ。いいらないって、年会費払ってまではいいらないって。ブロンズまでは行ったんですけど、でもダイヤモンドとかプラチナとかまでは行かないんで、あそこまで行けば、なんつうの、スーパーフライヤーズの会費、年会費払わなくてもラウンジもらえますよね。なんか言ってるよ。あと13分。松本清まで来ちゃいましたよ。これ買うためになんかレモンビタミン C 1500っていうレモン果汁の入った飲み物買うためだけに反対側まで来ちゃいました。で100円でした。本当あればお茶がいいと思ったんだけど、量が安いみたいな。本当はお茶がいいと思ったんだけど、なんか安いお茶がなかった。一番安いのでも120円で、綾鷹とか。500ミリでね。いや、それで2リットルなの買うんだけど。500ミリで、120円はちょっと高いな。なんか松清って、プライベートブランドみたいなので100円のお茶あったと思うんだけど、それが売ってなかったんじゃ。100円、500ミリで100円なのは水とこのビタミン C レモン。そんだったら水よりこっちの方がいいかと思って奮発しました。100円、免税なんだって。一応免税だから100円なんだって。消費税かかるんだったら108円らしいですよ、ブランド品の感じ。55分から搭乗を受けて、で多分人も少ないからすぐ乗れると思う。もう多分2、3分後に到着時間。見たい。さっきターミナルで出国前のところのチェックインカウンターがあるところとかで、旅行系の YouTuber っぽい人がいたんですよ。その人撮影してるってわけじゃなくて、僕が見たことある YouTuber の YouTube やってる人がね、そのなんか確信が、僕メガネその時してなかったから確信がないんだけど、その風貌、見た目と
小さい子供を抱っこしてるっていうので、あれってもしかしてって思いましたけど、ちょっとすれ違っただけなんで分かんないですけど、でも このあのチェックインカウンターあたりに行ったってことはこれから国際線になるってことかな。その人の YouTube によると1ヶ月ぐらい前に2ヶ月ぐらい前か2ヶ月ぐらい前に外国行ってて、で日本に戻ってきてたんですよね。また行くのかなって思いました。それだけです。再び搭乗口にやってきました。人がそこそこいるかな、人がそこそこいるかな、まだ搭乗開始はしてますよね。この辺だとね、多分知り合いがいてもおかしくないから、あんまり面倒くさいから会いたくないんですよ僕。あんまり知り合いとかに会いたくないから、ちょっと遠くの遠くか、搭乗口はあそこですけど、遠くから待ち構えてますということで、インドに行ってきます。飛行機に機内に入りましたけど、人が全然いない。ご案内いたします。ただいまから客室乗務員は安全業務を行います。恐れ入りますが、お手伝いが必要な方は後ほどお知らせください。搭乗率は Ladies and gentlemen, cabin attendant is conducting safety duties now. If you need any assistance, please let us know later. Thank you. めちゃくちゃ少ない。Cabin attendant, stand by at door. 業務連絡です。Cabin attendant, set slide bar. Cabin attendant, set slide bar.なんか飛行機乗る前に待ってたら、空港の職員みたいな人に、皆様アンケートまりました、アンケートにご協力ください。協力したらボールペンもらいました。成田エアポート早めにお座りいただき、シートベルトをお締めください。携帯電話などの電子機器は全然人の乗ってない空気を運ぶ飛行機設定にするか、電源をお切りください。レイルスンちゃん、機内食が届きました。鶏とろとろ卵丼です。乗客があまりにも少ないので、まあこっちこんな感じ。少ないんで、普通に CA さんがお盆に乗せて手で持ってきました。あのカートは使ってません。こちらの映画はサムライソウルだったかな、長野オリンピックの、冬のオリンピックのジャンプ競技のテストジャンパーのお話ですね。ムンバイ到着してレッドブルをもらいました。これから車でお家に帰りますが、運転手さんがレッドブルとお水を用意してくれたみたいで、ありがたくいただきます。入国時はそんなにトラブルっぽいものはなくて、特段何ですか、待たされるっていう感じもなかったです。レッドブル飲むの初めてかもしれないですけど、なんか値段は結構すると思いますけど、なんであんなに高いんですかね。
ちょっとよくわかんないです。結構渋滞してるので1時間ぐらいは車に揺られそうです。酔うんですよね車。結構運転が荒いっていうのもあるし、なかなかまたこのインドの交通事情に体が適応できるか、これからしばらくの課題になりそうです。お家に帰ってまずやることは家中のエアコンかけてます。キッチンはエアコンがないので扇風機をガンガンに回してます。書斎もエアコンつけました。で寝室もエアコンかけて、これベッドを守るために新聞紙引いて出てきたんですよ。新聞紙がめっちゃ黄ばんでんのは汚れが積もったっていうよりはこの紙の性質かなと思ってますけど、さあこれを取ってみなければ何が起こってるか分かりますね。で残念なお知らせとしてはここの窓に隙間ができちゃってるんですよ。上に行くほど隙間が広いですよ。おっとずれてった。上に行くほど隙間が広くなってて、どうやら僕の不在の時に家の中で作業してくれ、いろいろクリーニングとか作業をお願いしてたんですけど、その際に窓を開けたらしくてちゃんと閉めることができず、こういう状況になってしまいました。無念です。また業者呼ばないといけないです。さあ新聞の下のシーツは大丈夫でしょうか。じゃん。あ、大丈夫そうな気がする。よかった。さっきの白いベッドカバー、マットレスカバーなんですけども、一回剥がして全部洗うことにしました。そんな汚くはないと思うけど、念のため。マットレスはこんな感じでございます。ここにまたマットレスカバーとシーツを乗っけて、布団と蚊帳も乗っけるっていう感じですね。ちなみにお家に帰ってきた瞬間、早速1匹目の虫がいたので退治しました。蚊帳はやっぱ欲しいですね、寝るときは。はい、マットレスカバーをつけました。ちょうど未使用のこれがあったんですよ。IKEA で買ったやつ、半年前ぐらいにムンバイに新しくできた IKEA で買ったやつを今日だったんで、それを開けて新品のを載せました。ベッドに布団と枕と蚊帳をセットしました。でこの効くのかよくわかんない虫除けスプレーをおまじないとしてかけときます。プシュプシュ。これね、ちょっとね、柑橘系の匂いがするんですよ。だから多分ナチュラル系なんであんまり効かないと思う。でもう一つ、これはね、日本で買ったやつ、イカリジンっていう蚊よけのやつで、こっちの方が多分ね効くんだよね。でも多少人体にも影響があるっぽいからね、少しだけにしとこうかな。気持ちいい。
これでとりあえずの虫対策は OK です。いやー疲れましたね。で結構不安だったカビですけども、この棚に入れといたものたちはパッと見はカビは生えてなさそうです。服パッと見はカビとかはなさそう。まああんまり大事なものないんで、安物ばっかりなんでダメだったら捨ててもいいやって思ってたんで、まあ、それは良かったですね。反対側もソファーに置いてたクッションとかですね、あと安物のスーツもありますけど多分大丈夫。ホコリはちょっとついてるけど多分大丈夫。スーツなんてめったに着ないんですけどね。あとはこちらが、まあ、在宅勤務の時のジムスペースっていうか仕事部屋です。こっちも少し物あるけどまあ大丈夫そうだね。本当にちょっとしか物ないんでこっちは大丈夫そうです。で、冷蔵庫は一応生きてましたね。まあ食器とかはそのうちやな。食器とかもまあ多分大丈夫だと思うけど。でね、一番の不安は靴なんですよ。これ。ああ、カビてるな。カビてるね。革靴はやっぱカビますね。残念ながら革靴カビちゃったんでしばらくスニーカーで出勤します。そんな感じでございました。以上でございます。